とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、陣平ソロで、極炎魔行きます。使うヒーローが、今日はね、アースウォーカーノア、で行きます。まあ、俺のプニプニでも、活躍してくれてるキャラクターだね。ほんと、一押しのキャラ。さあ、ごくいけるでしょうか。あ、装備見せてなかったね。装備は、まあまあ、アースウォーカーノアと言ったらこれでしょう。グランゾーとネコスカドライブ。これ、技前を入れてるので、技の威力が 14% 合計で上がってます。で、武器は捨て身だね。攻撃力が 45% アップするっていうやつになってるんだよね。で、メダルで爆食なので、さらに全捨てが 36% アップです。行きましょう。ではではでは、ちょっと変身するまでにゲージが若干溜まってないんで、少し、時間をもらいます。あ、これね、俺ちょっと思ったんだけど、陣平、これ変身せずにいけるのかなと思ったけど、なんかちょっと気をつけていけば、いけそうな気するな。なんかいけそうな気してきたぞ。うん、普通にはちょっと難しいかもしれないけど、ほんと気をつけていけば、いけるな、これ。多分。しかし、攻撃力、相変わらず半端ないね、お前。相変わらず半端ねえな。あっ、おお、ほんと、一発軽くもらっただけで、そのダメージ、やばいよ、あなた。ネコスカドライブは相変わらずいいね。ああ、最高。この必殺技やっぱ最高だわ。うん。ま、マズラタイタン。ちょっと倒しきれないなーっていう人が結構いるみたいなんだけど、使うキャラクターはね、この、アソーカノアで行った方がいいよ。そうすると、まあ、若干なりとも戦いやすくなるんで、ノアがおすすめ。で、しかも必殺技は、ネコスカドライブ。これを4つとも入れていくっていうのが一番いいね。なぜかっていうと、これ、敵の攻撃を吹っ飛ばしでキャンセルさせることができるのよ。あぶねえ。なので、攻撃が結構痛めのマゼラタイタンには、いい感じに刺さる感じだね。あぶねえ。ちょっと待って。ちょっと攻撃を一回避けたい。あぶねえ。死ぬ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 。死ぬ。相変わらずお前、凶悪だな。どっち撃っとるんや。どっち撃ってるんだい。やべえ、これ結構出だし悪いぞ。出だしが悪い。 OK、まあ、とにかく攻めていこう。これ神の刃はね、来た時がちょっと怖いんだよね。ネコスカドライブやってる時って普通の攻撃だったら、まあまあ2000ぐらいで、それでもまあ痛めなんだけど、痛いんだけどね。それでも痛いんだけど、神の刃食らうよりは、ちょっと待て。相当きつくなってきたぞ。OK。ネコスカドライブ。OK。ネコスカドライブで、キャンセルさせてぶっ飛ばして、なんとかやっていく。ダメージも半端じゃないな。さすがやね。本当に。これ次のアップデートで、アーマードが多分出るけど、アーマードも必殺技一緒かな。新しい技がなんか出るかな。どうだろうね。新しい技ってなんかちょっとワクワクするよね。あーいって、マジで痛い。よし、 OK。攻撃力アップはちょっとあんまり意識せずにいったがいいか。ちょっとどうしてもダメージいっぱいもらっちゃうんで、ちょっと、いやいや、意識していかないとダメだわ。うん、そうじゃないとやっぱりね、ちょっと見せれないので、意識して避けていこう。閻魔玉のね、避け方が若干むずいんだよね。危ねえ。3000、嘘やろ。
おお、避けたと思うんだけどね、今若干判定が厳しめの閻魔大理事長。よし、あと200ぐらいでいけるか。いけるね、終わりでーす。おら、まだ終わりじゃなかった。まあまあまあ、アーソーカノアは、うん、多分全キャラ中一番強いと思うんで、楽勝だね。まあ楽勝って言えるほどでもなかったけど、うん、もうちょっとしっかり避けれれば、楽勝ってとこ見せれたかな。まあ、クリアです。それでは、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。